タンタンタカタカタンタンタンパンパラパン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 日韓がのどっち、どうもお待たせしました。ちょっとブランクをいただきました。申し訳ありませんでした。あのうち公演をし、舞台の公演をしておりましたので、ちょっとお休みいただいたんですが、今日のお客様をご紹介します。今日のお客様は曽根明さんといって、実は、体のことをいろいろちゃんとなんか、やってらっしゃる。うまく言えない。曽根さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。曽根さんが今やってらっしゃるお仕事というか、はい、この、はい、どういうふうに、申し上げたらいいんでしょうか。ちょっとご説明いただけますか。そうですね。僕は、体の動かし方を研究してまして、体の動かし方というのも、本当に日常生活の、はい、なんてことのない動きから、見直してみるというのか、ようなことをやってます。まあ、どういうことかというと、はい、立ち上がり方だったりとか、はい、腕を上げるとか、そういう本当に基本的な動作から見直すということを今やってます。あはは、はい、そうすると、例えばですね、変な横座りすると、とか、あぐらかくと腰が悪くなるとか、背骨がねじれるかっていうことだけじゃないですね、それは。そうですね。僕はどちらかというと、直すとか、そういうことではなくて、はい、動きを、自ら直せるように、導いていくということをやってます。これは面白いですね。面白いですね、これ。はい、いや、なぜかっていうと、僕役者やってますから、絶えずそのことが頭のどっかにあるわけですね。はい、はい。で、曽根さんがじゃあ、そういうことに、目をつけられたっていうのは、どういう理由でしょうか。僕が、こういうことに興味を持ち始めたきっかけは、はい、武術家でですね、はい、結構メディアにも登場されている方で、ご存知の方もおられるかもしれないんですけど、はい、河野義則という武術家の先生がいらっしゃいまして。武道の先生ですね、確か。そうです。はい。で、その先生の存在を知ったときにですね、僕はかなり衝撃を受けてですね、年齢的にも、60を超えていて、体のキレが良くなっていくっていうのは、ちょっとそんな人は見たことなかったので、それまで。はい。はい。で、それで、どういうことだろうと思って、その先生のもとに、通って学んでいったのが、初めなんですね。へー、それはまたすごい。はい、うん。はい。だって、僕、はい、確か、古武術のなんとかっていう本を、はい、はい、目にしたことあるんですけど、ええ、今まで武道家も言ってた、いろんな人たちが言ってたことと全然逆のこと言ってらっしゃいますよね、確か。そうですね。だから常識とは真逆のことを結構言ってたりとか、はい、常識が、どれだけ間違ってるのかっていうことを、もう本当に事細かく、説明できたりとかですね、それを実践できたりしちゃってるので、はい。これはすごいなと思って。で、それで、通い始めたのが、6年、7年ぐらい前なんですけど、はい。それからもう、どうぞ、うん、はい。で、それからその先生のもとに通うようになってから、その自分の体の変化をはっきりと自分で感じたの で、それでその、はい、その進化がやっぱりその自分の中で止まらなくなったんですね。その僕もというか、で僕も今年齢が33なんですけど、はい、普通に考えたらその2020歳とか20少しぐらいのところが一番その体がピークっていうか、っていうふうに思われると思うんですけど。よく言いますよね。18歳ぐらいからピークで、25歳ぐらいから衰えてくるみたいな。それは確かにそうではあるんですけど、ただその体の動かし方による違いっていうのが、ものすごく大きくて、それをすごく自分の体で実感したので、それを、もう研究を続けて、その自分なりにこう伝えて、行くという活動を今続けています。これは面白いですね。それで曽根さん、実際にその、はい、ご自分の体で試してご覧になってどういう変化があったんですか。変化はですね、最初はもう本当に、はい、こういうふうに体を動かすと楽にその重たいものが持てるのかとか、その今まではその、はい、思ったこともなかったようなその体の動かし方に、こう、最初気づいていくような感じなんですね。はい。で、こう、普通だったら、こう、結構力んで、その持ち上げてしまってたものを、
そのもう今まで使ってなかったその足とかそのいろんなところを使うことでこう本当に楽にこうスッて上がるようになったりとかするのをまず感じたんですね。はい、で、はあはあ、そういうことがすごいあの細かいところまでものすごいこう広がってきてですね。はあ、もう指先とかも本当に感覚その身体感覚が変わるんですね。でこう鋭敏になる。AB になる。そうです。だから、こう、本当に、こういうことをやる、研究しだす前と、その自分を比べたら全く違うんですよ。はい、その体の使い方というか、使える度合いが全然違って。なので、そこからまたその、まあ、精神的にも変化をしたりだとか、その体に自信が、はい、つくので、その精神的にももう自信を持てるようになったりとか、そういう変化がもうものすごく、こう、どん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 、進んできてます。これはすごいな。そう、僕、役者でいつも体のことは気にしてるつもりですけども、それは、よく例えば昔の武道家なんか書いた、例えば宮本武蔵の五輪の書じゃないけど、はい、今、連絡書いたありますよね。そうすると、この人たちの体の動きももちろんすごいけど、はい、それと精神的な、この、なんていうか、一番理想的な状態とか、体が有機的に動く状態とか、はい、こう一体になってるようなこう感覚があるじゃないですか。そうです、はい。はい、あれが、ね、僕には実感できたことが一度もないんですよ。なるほど。それが、僕もその、初めてその、そういうことを感じた時っていうのが、すごくやっぱり、自分の中で衝撃だったんですね。それはすごい。どんな感じなんですか、それは。ですね、もう最初はですね、もう本当に体の動かし方で言ったら、教えてもらえれば結構簡単なこととかも結構いっぱいあるんですよ。はい。こんなことで体って強くなるのかとか、その、まあ、本当にその場ですぐできるようなことっていうのもすごいあって、はい、そうすると、別に何のトレーニングもしてないんですよね。その筋トレしただとか、はい、そういうことは一切なく、もともとこういう力を持ってたのかって、こう、ただ知るだけなので、はい、すごくその前と後がガラッと変わるんですよ。で、そしたらなるほどと思って、またそれを一個知ると、じゃあこういうふうに使えるのかなとかっていうふうな応用がまた広がっていって、そこでまた気づいたりとかして、その、体ってこう、機能がすごい、まあ、やっぱたくさん、精密にできてるので、はい。すごくあるんですけど、体操選手なんかはそういうふうに体操の分野で極めるとあんな動きもできちゃうし、まあ、サッカー選手はそういうふうに極めるとああいう動きができちゃう。はい。その能力ってほとんどみんな持ってるんですよね。我々も。そうですね。個人差っていうのはありますけど、はい。はい。まあ、人間の体っていうのは、まあ、ポテンシャルではそういうふうなところまでいけるわけなんですけど、で、そこ、なんですか、使い切ることなんてできないぐらい、こう、細かいというか、可能性があるんですよ。で、そこ、すごいな。はい。で、そこを探れば探るほど、こう、どんどん見えてくるんですけど、多分普通は、その、まあ、ある程度、その、まあ、成長した後に、その自分の体の使い方って決まっちゃうというか、それですよね。多分僕たちは就職したりある仕事をつくと、はい、その仕事特有の姿勢とか筋肉の使い方をしちゃって、で、家に帰った後は、ね、ご飯食べて寝るだけだったりすると、はいはいはい、一生涯体を有機的には使ってない、ね。そうなんですよね、はいはい。そういう人たちが現代にいっぱい蔓延してると思うんですけども、そういう人たちばっかりになっちゃってると思うんで、まあ、はい、僕もそうだったので、例に漏れずそうだったので、だからそういう、自分の体験を、やっぱり人にも、伝えたときに、これは、まあ、伝えた人にとっていいことが起こるんじゃないかなと思って、まあ、僕がそうだったので。はあ。そういうことを、結構河野先生とか、あれぐらいそのレベルが高くまで行っちゃってる人っていうのは、結構言ってる、ね、レベルの内容は高すぎちゃってわからないんですよ。特に、初めての人とかは。僕もそうだったんですけど、もう3ヶ月ぐらい行ってて全然最初は分からなかったんですけど、それでこう、もう、頭がいっぱいになっちゃって、これ、まあやってても意味ないかなとかって、そういうふうに思った時期も最初はあったんですね。で、そういう時に河野先生に学んだ人からいろいろ教わる
することができた機会があって、でその時にこう結構なんですかね、分かってきたというか、ああなるほどなるほど、そういう風にするとこの自分の体はまあもうちょっとね、そのよく使えるんだとかっていうのをその初めて実感できたので、これはもうちょっともっと広めたいなというか、ぜひ知ってほしいなと思って、うんうん、はい、そのよく使えるってとこを、まあ、はい、実はもうちょっとお尋ねしたいと思ってるんですけど、はい、実は、はい、今49歳なんですが、はい、戸籍上の年齢ってのは66なんですよ。なるほど、わかりました、はい、本当の年齢は49なんですけど、はいはい、あと 4,5 年49だと思うんですけど、はい、戸籍上は66なので結構ガタが来てるんですね、で実は、今からもう40年ぐらい前に、野口道三さんっていう体操の先生がいらっしゃって、はい、お聞きになったことあります？その方はね、もう亡くなられちゃってますけど、はい、亡くなりました、はい、その方の今お弟子さんで、まあ、女性の方で、はい、引き継いでいらっしゃる方がいて、その方のと、また別の映画監督との、講演を僕聞きに行ったことがあって、本も、読ませていただいて。はい。はい、すごく、僕も影響を受けています。あ、僕自身が3年間習ったんですね、はい、すごいですね。はい。それで、その野口体操っていうのは、はい、体を、日常的な動きじゃなくて、体を高層建築だと思いなさいとか、重工芸だと思いなさいとか、もしくは、皮袋に水が入ってて肉や骨が浮かんでるんだと思いなさいとか、はい、でなんか教わってるうちになんとなく宇宙感覚とつながるようなね、なんか一体化するような感じがあったんですね、はいはいはい、ところがそれから40年経っちゃうと、もう僕の体今もガタガタガシガシ、本当に僕がやってることって言葉にすると結構単純なんですよ、なんですけど本当にその今もそうだし、その本当に椅子に座ってるだけの時もそうだし、寝っ転がってる時でさえ、その体のもうちょっとうまく動かないかなっていうのがこう常にあるんです。素晴らしいな。で最初はその意識してそういう風にやってたんですけど、そういう風にやってること自体がもう当たり前になっちゃってるので、はい、もうそれを考えないことはちょっとできないんですよ。だからこう、素晴らしい。なので、本当に、なんていうんですかね、別に意識して考えてるわけじゃないんですけど、まあね、もう本当に寝転がってるだけの時も、こう、もうちょっと楽に、こう、効率よく、こう、起き上がれる、その、体の使い方はないかなとか、で、そういうのを、こう、本当に普通に、ただやってるだけでも、こう、どんどん気づいていくんですね。で、最近、まあ僕33になったばかりなんですけど、まあ33に来てきて、はい、最近、まあ床に座ってる状態から、その立ち上がる時の、その楽な立ち上がり方を最近見つけたんですよ。はい、うおーうお、すごいで。それ自体がもう楽しいんですよね、その。わかります。はい。この30年以上生きてきて、今、これに気づくんだっていうのがもう本当にすごいあるんですよ。それ最高ですよ。はい。うん、野口先生はやっぱり自分がやってることは研究者と研究室と研究材料が一緒にあるんだっておっしゃってましたから。すごい。なるほど。そうですね。でも本当にそうです。いつでもそうだし。素晴らしいな。はい。もう下手したら本当寝てる時も夢に出てきて、考えてるぐらいなんですけど、それはまあ、行き過ぎかなって、ちょっと思うときもあるんですけど。ただまあ、そうすると、はい。ごめんなさい。はい、例えば、今いろんな人に教えて、まあ、広めようとなさってるけど、はい、曽根さん自身は、将来的に、例えばそういうことをずっと極めていくと、どんなふうになりたいというか、どんなふうになりそうだって感じがします。多分ですね、まあ、今のことを、まあ、もうずっと多分死ぬまで続ける、もう多分やめることがもうそもそもできないと思うんで、うん、で多分どん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 いろんなこと気づいていくと思うんですよ。だからもう1年前と僕、今の僕も全然違うし、で多分その1年後と今の僕と全然多分違うだろうし、だからその、何ですかね、その時最善なものを、どん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 、こう、広めていっ
って、それがもう実際にその人の役に立ってほしいっていうのが、まあ目的ですね。それが多分そのずっとその死ぬまでやりたいという感じですね。し、いろんなところで体が固まったり、決まった動きとか、そうすると意識の硬さにまで広がるじゃないですか、その体の動きが。すごく、やっぱり、もう本当に体と心と同じで、はい、僕もこれをやり始めて、すごく感じましたね。ああ。はい。それで、例えば、広めていくと、今、固まってる現代人が、どん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 その意識が広がって、自分の体の可能性と、目に見えない部分のもの、その可能性とかいうものに、まあ、目を開かされるじゃないですか。そしたら、なんか、すごい世の中になりそうな気がしますね、僕なんか。そうですね。僕は少なくともその体がうまく使えるようになって、悪いことはまず何もないだろうと思って。はい。はい。いいことはあっても、デメリットっていうのはまず考えられないと思って、まあ、コストがかかるわけでもないし、いいことしかないんじゃないかなと思って、それが一番いいなと思って。すごいなぁ。そんな感じで今、はい、なんか、人間が次の段階進化しそうな感じがしましたね、今お話伺って。なるほど。でも、本当に。ね、本当にでも、まあ、僕のその師匠の先生も言っていることなんですけど、ただ今の本当に若い人の方が、体の感覚で言ったら、ちょっとこう、鈍くなっちゃってると思うんですよ。僕も含めてだったと思うんですけど。いや、それは、実は僕はお芝居の現場でも感じてます。ああ、やっぱり僕世代でもそうなんですけど、僕よりももっと若い世代の子なんかも、やっぱり僕らと比べてもそういうふうにちょっと感じるところがあるので、やっぱりその環境がもう全然違っちゃってるので、こんな環境だった時って多分今までなかったと思うんですよ、まあ、歴史で。こんなに体を使わなくて生きてこれちゃう。時代っていうのはまずコンピューターの前に座ってると一日終わりますもんね。そうですね。はい。そんなことは今までできなかったというか、うん、と思うんですけど、今の、まあ、若い人たちはそれができてしまうので、その体を使う必要性がすごく低いんですよ、多分。うん、でそうすると、その必要性がないと体ってこう、それに応じてこう、適応していってくれないので、こう、わからないままずっといっちゃうんですね。なるほどな。そうすると何かあった時に、こう、できないとか、すぐ怪我しちゃうし、まあ、自信もないので、そういうふうにできるなんていう、多分自信を持てないじゃないですか、そういう経験が。やったこと、考えたこともないですかね、はい、そんな動きって。そうですね。だから僕らの世代よりも、もっとまあ、親の世代とかっていうのは、その山で遊んだりとか、そういう経験が、はい、みんな当たり前のようにあったんで、多分意識が違ったと思うんですよ、その最初から。ああ。はい。いや、曽根さん、これ、もしかすると、今の、極端に文明化した社会を、から、体と精神を救い出す方法になるかもしれないですね。僕自身、それをやりたいというか、もう、僕自身がなんかそれをで救われたところがあるので、これ本当に大事なんじゃないかなと、もう身をもって感じたんですね。これは素晴らしいですよ。うん。はい、いや、今日はどうも、すいません、長々と引っ張っていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。とても素晴らしい話でした。ね、ぜひまたもう一度、出ていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼いたしました。はい、どうも。